術法研究所が建造された。なんか新しいのがいる。陛下、初めてお目にかかります。レグルスです。フリーで術を研究しております。ローズと申します。私たちフリーメイジは地の術を基軸とし、多岐にわたる術法を学んでいます。我々の力が陛下の一助となれば幸いです。フリーメイジ、新たなクラスが仲間に加入しました。行きますか。運河要塞へ向かう。もう言われちゃったの。はい、どうも、マグマグマグロン、あ、マグマグマグロンと申します。宝石鉱山確保。ただ俺こっち行きたいな。あれ、ここでさ、工程公開しなかったっけ。もう先知ってるからな。ちょっとずるいな。あ、そうだ、魔法研究所が終わったんだっけ。見に行きます。こっち？こっちにできたの？綺麗。ここが術法研究所のようですね。お話しして、してくんない？お話しして。お話しして。あれ、誰もお話ししてくんない。お話ししないならアイテムを取る。お話しして。あら、なんか人は、あ、休憩も大事ですよ。そうだね。お話ししてくれないの。あ、こっからも入れる。やめとこう。何にもないじゃないか。ぐるっと回らされただけじゃないか。術法研究所が建造された。なんか新しいのがいる。陛下、初めてお目にかかります。レグルスです。フリーで術を研究しております。ローズと申します。私たちフリーメイジは地の術を基軸とし、多岐にわたる術法を学んでいます。我々の力が陛下の一助となれば幸いです。フリーメイジ、新たなクラスが仲間に加入しました。私の研究対象は秘術と知術です。これはパーティー編成って書いてあるから変えちゃうのか。さらに研究に励みましたよ。フリーで術を研究しております。術者が必要とあらばいつでも。呪術師、あなたたちに用があったわけではない。あれ、帰る道がわからない。こっちか。いや、違う。こっちか。方向音痴。こっからこう来たのね。はい。気持ちを新たに。
ここでは術の研究を行っております。こちらでは術法について研究しております。術法研究所には初期の術と前の世代のパーティーがひらめいた術が登録されています。ここに登録されている術は現在のパーティーキャラクターに自由に覚えさせることができます。ただし反対系統の術を同時に覚えることはできません。例えば火と水、地と風の術は同時に習得できません。ファイアボー、これは覚えられません。覚えるにはどれぐらいのお金がかかるの？お金はかからないのかな。いや、覚えされちゃった今俺。ちょっと待ってよ。ウォーターガン、ロッククラッシュ、ウィンドカッター、ライトボールっていう感じですね。じゃあヘクターにロッククラッシュ。これなんか勝手に覚えてるけど、何か取られてない？ケチくさいな。ケチくさいんだからもう本当に。ウォーターガンってのもなかったよね。覚えさせてあげる。じゃあウィンドカッターをジェイムズに覚えさせよう。ベアもどっちかっていうとあれだよね、火ではないよね。まあいっか、まあこんなもんでいいや。またお越しください。いっぱいあってもめんどくさいしね。ちょっと待て、何しているこんなところで。先生を見つけた。6個目。まったく油断も隙もありゃしない。時計と反対回りじゃない、時計回りに進んでいこうか。ここは何？火と風の術をうまくミックスできないかと考えています。あー、そういえばそんなのあったな。はい、ちょっとはしゃいだだけでした。こっちは？よっ。まさかこの木に登ってアスレ要素、アスレ要素ないか。あんまなかった。よっ。天の術を研究しています。ギャラクシーとか覚えさせてくれるかな。先に言っちゃった。太陽と月、二つのありしところに。落下ダメージ。ここをこうすれば。なるほど。あ、見た。水魔法ですな。あとよろしく。はい、というわけで術法研究所が完成しましたっていうお話でした。あれ、そうなるとさっきの入り口は何だったんだ。気になるじゃないか。まさかの下水道。なんか変なの見たことないのいる。なにこれ。一旦セーブ。勝てない敵かもしんないからね。はい、すぐ戻ってまいりました。
もうセーブしたからね。もう全然大丈夫だよね。先に先制攻撃を仕掛けさせていただく。先手を取るぞ。ちょっと分かんない敵はさ、分かんないじゃん。あ、間違えた。じゃあウィンドカッター早速使おう。あ、でもウィークが出たよ。ロッククラッシュ。あ、効かないみたい。ウォーターガンなんて絶対効かないじゃん。じゃあやらない。あ、ビーストスレイヤー凝視。え、石化。石化状態になると行動不能になります。バトル中に回復する方法はないため、全員石化してしまうとパーティーが全滅します。何という機関。私の威力がでかいであります。やばい、やっぱり強かったみたい。やっちまったかしら。よし、ここは慎重に行こう。諦めるな。ありがとう。任せろ。アックスボンバー。うわ、300いった。うわ、なんだ、大したことないんじゃない。急に強気に。おいぞなすブロー。まあ、ダメージが入らないわけじゃないね。あ、でもウィークって出てる。でも麻痺の耐性はあるみたい。日本史巻き打ち、切り落とし。あ、死んだ。やっぱ強いな。こいつを倒せば。俺が行くぜ。あ、死んだ。ちょっとちょっと、やっぱり強いな。やっぱり強かったよ。先に進もう。あ、あれも強いんだよな。え、普通に敵が強くなった。え、敵強くなっちゃった。やっぱりマグは戦いすぎちゃうからな。あ、レベル、敵勢力レベル4になっちゃった。やっぱちょっと強くなってるかも。私に任せろ。行くわよ。獣系の敵にクリティカル。俺が行くぜ。どうだ。威力がでかいし、いっぱい。え、2回攻撃してきた今。やばい、ジェイムズの LP が持たない。やっば。ライトデタラメや、威力が低そう。こっちだ。私に続け。これで終わりよ。ああ、よかった。あいつだけ先に倒そう。やばい。よし、もうこれであとは落ち着いて倒そう。まだあれね。助かる。任せろ。どうだ。いやいや、強いな敵が。もう強くなっちゃったよ。やばいよ、どうしてくれよ。なんでお前ファイヤーボールなんだ。叩く。
俺が行くぜ。せっ止めた。さあ進もうか。え、これ進んじゃダメなやつじゃないよね。太陽光線を習得した。これ進んじゃいけないとかってないよね。よっ、うわー、お前よりかは魚の方が弱いだろ。よっ、いや魚も戦わない。大地の精気を手に入れた。うら一気に血圧、まったく私の方が頭が良かったようですね。アンデッドの敵にクリティカル。スライトボール。よし、これは雑魚っぽいから普通に戦えるだろう。任せろ。相手を完全に舐めております。どうだ、そんなそんな、あーもうオートパリー。次は私に任せて。全く関係ないけど、あ、ウォーターガンやればよかったか。魔法使う時間をください。マグニー魔法を使う時間を。よし、これで全部使ったかな。よし、まあこんなもんか。え、これで終わり。え、今の宝箱を取っただけで終わり。ああ、まだあんのか。あ、あの取れなかった宝箱ここにあんのか。あれ、そういうわけじゃない。この隙を叩く。いや、私の番だ。やった、やった。急に敵が弱くなった。任せろ。パリするほどでもないわ。どうしてやろうか。私に任せて。ウォーターガン。やファイヤーボール。よっ、任せてくれ。行くわよ。私の番だな。これで全部使ったかな。よし、コンボ。さあ進もうか。あれ、でもここ見たことあんな。あ、そうだよね、ここ知ってるな。あれ、ここからさ、宝箱なかったっけ。そういうところに繋がってんのかと思ったけど違ったみたい。ね、ほら繋がってんのかと思った。ああ、繋がってないのか。これでおしまいでした。あんまり面白くなかった。ひど、敵強かった。よし、じゃあこれでもう安心して先行っていい。あのびっくりマークなんなの。ほら、なんかびっくりマークついてんだけど。これ何、このびっくりマークを教えてちょうだい。ちょっと待って、びっくりマーク探すわ。こっから見えるわけじゃないのか。あ、見えるじゃん。あー、鍛冶屋か。そっか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 。あーの、頼んだ品が届いたみたい。ちょっと一旦カット。進まねえ。
ご用件はな商品はこの他になりまたお越しくださいませ。ここじゃなかった。この子に話しかければいいのかな。開発していた装備が完成しました。鋼鉄の剣、バレンヌで取れる良質な鋼鉄で作成された剣。鉄の剣よりも重く威力が高い。バトルハンマー、柄の部分にガードをつけより殴りやすくしたコンボ。レイピア、刀身が細く切るだけでなく突くことにも優れた小剣。剣と小剣の性質を合わせ持ち両方の技が使える。金属盾、これ読む必要ある？まあいいか。鋼鉄の鎧、オープンヘルム。次は何を開発しましょうか。開発できないですけど。あ、なんかある。なんか全部は開発できないの。これだけ。防護服、お金あるの？じゃあ防護服よろしく。頑張ってやります。しっかり作ってくれたまえよ。じゃあついでに新しいのじゃ装備するか。ロブオーメンよりは弱いんじゃないの？レイビア、どう？あれ、ロブオーメンより強いの？あら、そうですか。レオンの剣より強いの？あら、そうですか。いちいち。ゴブリンソードよりも強いですか？じゃあどうしようかな。でもジェラールはレオンの剣装備しててほしい。ロブオーメンがいい。じゃあ金属盾はもらうか。いや、こっちだな。鋼鉄の鎧はもらうわ。じゃあで、オープンヘルムももらうわ。で、ベアに金属盾だ。で、バトルハンマーだわ。で、鋼鉄の剣もベアが持てばいいさ。何その言い方。あとなんだっけ、手に入れたの。長弓、違う。あ、レイピアか。フルーレを、この子がレイピアを持てばいいさ。だね。あと金属盾、オープンヘルム、あそこら辺も取ったからいっか。じゃ、こんな感じかい。でもなんかちょっと寂しいな。もうちょっと開発してほしいな。よろしく頼むよ。まあ今の多分年代が進めば、おそらく今のこれで終わった。もう一回玉座座る。これで年代が進めば多分今の、鋼鉄の剣、鋼鉄の鎧、これはもう一般兵士すら装備してるぐらいになるんじゃないですか。皇帝退位できるよ。都市開発、なんかレベル1とかあるんですけど。あ、次のレベル解放条件、勢力下の地域が4つあると作れる。皇帝の合計術レベルがあと2上がるともう次のレベルいけるんだ。それはなんか時間の問題ですけど。ちょっと待って、ここまで来たらさ、皇帝退位させてさ、陣形を覚えるか試していい？ちょっとやっちゃうね。セーブセーブ。12番にセーブしました。これ皇帝退位して2世代続けて自ら退位することはできません。あとは任せた。あとは任せた。ちょっとかっこよさそうだから見てみたい。あ、フリーメイジももういるじゃん。このメンバー、あれなんだ、格闘家とかはまだいないんだ。そっか。じゃあ多分陣形覚えそうなのってフリーだよね。こういうのフリーファイターやってみる。
いやもう民はお怒りだよ、これこんなことしたら。受けつの歴々の皇帝の力と記憶を。今自分が見た記憶ちゃんと今並んでた。新皇帝就任について、戦闘陣形訓練所について、新しい皇帝で訪問すると、あ、やっぱりそうだ、新たな陣形が習得可能になりました。じゃあちょっと行ってみるか。どこだっけ。もう術法研究所も新しくなっちゃったけど、どこだっけ。なんかあるんだけど、あ、一応ギリ大丈夫だね。お金は足りてるってことが分かっただけいいや。どこだっけ。訓練所。フォーメーションの研究をしております。なるほど。つまり知れ。あれ、なんか前集まってきたのに。陛下、このような戦闘陣形はいかがでしょうか。でもあまりさ、バトルの時ってフォーメーション見づらい。アサルトファングと名付けましょう。アサルトファングだって。獣が牙を剥き、獲物に襲いかかる様を模した陣形。敵を食い破るように物理攻撃を強化させる。なるほどね。ご用命を受けたまります。もう格闘家いる？レグルス、ローズ、あ、いるわ、ほら、カール。あ、そっか。あの皇帝になるのあれか、自分のそばにいる人じゃないとダメだから、カールは外にいたから、同じパーティーに選んでれば、多分格闘家も選べたかも。他にご分を。あ、そうだそうだ、そういう仕組みだったわ。というわけで、新皇帝を変えるとこんな感じ。あのか、偉そうなのか、ちょっとムカつくな。ヘクターが偉そうにしてるのがちょっとムカつくな、なんて。ちょっとやってみたかっただけなんで戻しまーす。さあどうしよっかな。運河要塞まだ行きたくねえな。あの鉱山やろっか。そうすれば術法研究所も多分レベル2にできるよね。今さ、術を覚えたらもうできに ならない？まだならない。こちらでは術法について研究しております。だからライトボールを、そうしたらダメかい？またお越しください。ダメか。ズルしました。こういうことではないのか。新しい術を2つ覚えればっていうのはこういうことではないみたいだね。ちょっと待って、操作が今、ライトボールを2つ覚えたけど、そういうことじゃなくて、新しい魔法を覚えるってことかい？じゃあ、術レベルなんだ。やっぱり仲間変えたら一発じゃない？何をいろいろ試してんだろう。これも余すことなく動画に入れたいと思います。そうか、術レベルが上がればいいんだったら、さっきの、フリー魔術師を入れればいいんじゃない？ご用命を受けたまわります。だからジェイムズを外してローズさんを入れればいい。他に何かご用件は？ご不運を。ダメかい？あれダメだったかい？この人だったら術いっぱい覚えてんだと思ったんだけど。
ファイアーボールレベル2。何それ。そっか、ちょっと話違うのか。今のでもう OK かと思っちゃった。タンブラーロッド見たことないわ、それ。ご用命を受けたまわりますなんかこの間も見たような。あ、格闘家もちょっと仲間にしたいな。他に何かご分を。あ、これでも違うのか。ご用命を受けたまわります。他に何かご用件は。ご分を。まあそら持ってるわけないよな。ああ、18で変わってないわ。でも皇帝が即位したら術レベル変わったんだよね。あれはどういう仕組みなんだろう、ちょっとわかんないわ。よし、じゃあ元に戻すか。え、ここ誰がいたんだっけ。ジェームズ戻っといて。順番変わっちゃったけど、序列変わっちゃってなんか申し訳ないけどこの辺は変わってないかな。あ、術種って持てない。まあいいや、ちょっと順番変わっちゃったけど、まあいいや。ちょっと表たんと違った。はい、というわけで、マグの記憶が確かならば、運河要塞って多分ね、年代変わっちゃうような気がするんだよな。俺こっち行こうかな。なんか俺スーファミでも俺こっち行ったような気がする。かつての攻略法があっているならね。宝石鉱山を確保しよう。確かこっちだったような気がするんだよな。違うかな。ね、ウィキなんか見なくたって俺の頭にウィキが入っている。でも多分ウィキもそういう風に教えてそうな気するな。お、結局普通だったらごめんね。宝石鉱山が栄えとった頃はこの村も活気に満ちとった。どっち行ったらいい。え、なんか右行くねあら、旅の人、宝石鉱山の町ティファールへようこそ。なんだけどタイミングが悪かったわね。今鉱山にモンスターが住み着いちゃって大変なのよ。宝石は取れないし、鉱員も町を出ていっちゃうし、はあ、このままじゃさびれていく一方だわ。合ってるか、これ。これは何だ。セーブポイントも発見。昔は宝石目当ての連中がたくさんいたのよ。鉱山で宝石を見つけたと思ったら罠だった。死ぬかと思った。これが鉱山？今は立ち入り禁止だ。やべ、こんなところで寝たらまた悪夢を見ちゃう。
見つけると一瞬時が止まる。何してんのこんなとこで。先生って何食べるの？ミルクにリンゴに、なんだろう、なんとかリゾット系の。先生を見つけた。隠れてもいないんだけど、むしろ先生にとってちょっと迷惑がってないこれ。いや俺隠れてないんですけどみたいな。どいつもこいつも宝石宝石とやかましいわい。宝石鉱山は呪われてるって噂だよ。情報をくれ。ふうで終わっちゃった。君も一攫千金を狙ってきたのか。残念だけど今は採掘どころじゃないよ。故郷を飛び出しやっとたどり着いた宝石鉱山はモンスターだらけ。本格的についてない。君はこの町の人じゃないのか。僕の故郷は決して住みやすいとは言えない土地でね。裕福な暮らしってやつに憧れてここまで来たんだ。でもお金より命の方が大事だよな。諦めて故郷に帰ろうかな。もう一回もう一回。みんな次会話だった。ごめん連打した。こっち何？つながってた。酔いつぶれたら強制的にここで寝ることになるやつだ。気をつけよう。マグは逃さない。よっ。何にもない。マグは逃さない。見つけちゃうもんな。ああ、危ない危ない。逃すところだった。とか言いながら逃してると思うけどね。誰もいない。ここの裏にある、あれ。モンスターさえいなけりゃな。わーお。よっ。なんだこりゃ。鋼糸。格子。これさっきのお姉さん。逃がさんよ。鉱山のモンスターがいなくなれば息子たちも帰ってくるだろうに。みんな出稼ぎ行っちゃったわけか。というわけでこんな感じですかね。あれ、あとまだもう一個ある。先生のおかげでもう一個あることがわかる。あれ、ここの下は別に何でもなかったの？ あるじゃないの、ほら。赤鉄。赤鉄。ただ何もなかったのか、こっち。まさかの。アトラクション要素ですか、ここ。え、どうやったら向こう行けんの。なんか向こう側行けそうだけど。え、どうすれば向こう行けんの。この家が邪魔で向こうに行けない。でも向こうがありそうだ。ほら。
セーブポイントもある。なんだろう、今は関係ないってことかな。え、もう進んでもいいのかな。もうこれで全部見たかな。あ、た、アイテム屋さんは入ってないか。売るものがない。そうか、それは残念。あ、さっきは行けなかった場所が行けるようになってる。交代制で見張りをしているんだ。いつモンスターが出てくるか分かったもんじゃないからな。私がモンスターを追い払ってやる。何？本当か？そこまで骨のあるやつがこの町にいたとはな。鉱山からモンスターがいなくなればかつての活気が戻ってくるだろう。頼んだぞ。宝石鉱山を攻略する。13個も宝箱があるじゃないの。もう本当に楽しみ楽しみ。はい、というわけで今回はここを楽しみにして終わりましょう。というわけでじゃあ次回は宝石鉱山攻略の方をやりたいと思います。いけるよね確かね。あのこのゲームに関しては敵の強さは今のレベルで推移されるから。ただちょっとマグがね律儀に戦っちゃう人だからな。やっぱりロマサガ2ロマサガ1とマグがねかつてクリアできなかった理由は戦っちゃうからなのよね。分かってるんだけどね。というわけで今回の動画良かったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。屋根に乗れない。うん、というわけでね、ちょっとキャットには悪いけど、運河要塞はまだしばらく後にしたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。というわけで次回はまた、バトルターンですな。楽しみ。